はい、こんにちは。マスターズピットファンクラブです。本日はですね、マスターズピットの屋上からお送りします。私、事務系以外にも電気屋さんやってるんですけどもね、ちょっと電気屋さんの方の仕事が一段落しまして、今ちょっと時間があるんでね、こんなこともやっていこうかと思っています。かねてから撮りたかった解説といいますかね、そのトークの動画をね、本日はお送りするんですが、今日のテーマはね、題名の通りですね、選手育成は料理に似ているということですね。私、マスターズピットというキックボクシングジムを営んでいるんですが、本気でね、強くなりたいという意思を持った子どもたちを預かって、毎日共に目的のために取り組んで、来たるべき試合にね、挑んで、その姿を後押しするというのが私の日々の一番の喜びとなっております。でね、僕がその教育論っていうんですかね、自分が過去にね、調理師をやってたことがあるんですね。あの飲食店を経営してて、自らが厨房に立って料理を作っていたんですけども、そういう経験からね、選手を指導するということと、料理が非常に似ている部分があるなというふうに思ったんですね。選手がね、素材でね、指導者が調理人っていう感じのね、似てるなっていうことを非常に何度か、思ったことがあるんで、生徒の親御さんとかに話すんですけど、ちょっと動画として残しておこうかなと思いました。どういうことかっていうと、マグロとか牛肉とかイワシとかブロッコリーとかいろいろ食材あるじゃないですか。これらね、みんな食べれますよね。私どもが生きていく上で食べなきゃいけないんですけども、みんなね、焼いて塩すれば食べれますよね。だけど全ての食材に、あった適切な調理法がありますよね。例えば、ブロッコリーなんかは塩茹でしたり蒸したりして食べればいいし、イワシはお刺身にしたりとかですね、塩焼きにしたりとかっていう、それぞれの美味しい食べ方があると。火を加えずに調理した方がいいものもあれば、5時間ね、煮込んでね、やっと美味しくなるような食材っていうのもあるんですよね。だ、そのように指導していきたいなと思うんですね。どういうことかっていうと、例えばこの子には今こういうことをやらせるべきだとか、今こういうことをやっても理解できないからやる必要がないとか、そういう感じで調理と同じようにね、指導していくべきだと思うんですよね。この子は今何をするべきか、何をしてはいけないのかっていうことは、同じジム内でもね、千差万別であるのが当然のことなんですね。なので大事なことは、指導者以外の人が余計なことをやらない、吹き込まない、これが非常に大事になってきます。これは一つの食材には料理長の意思を理解した調理人たちが関わるべきだということですね。料理長が蓋をしてね、ゆっくり煮込もうと思ってるのに、勝手に横からね、強火にしたり蓋を開けてかき回したり、塩とか砂糖とかぶっ込んだりすると、とんでもないものが出来上がってしまいますよね。で、任せるなら任せろと、手を出したい、口を出したいなら自分で最後までやってくださいということですね。親、兄弟、親戚、演者、スポンサーは指導者にはなれない。親、兄弟、親戚、演者、スポンサーにね、関わるなと言ってるわけじゃないんです。関わり方があるということですね。指導者は指導者であり、親は親であり、スポンサーはスポンサーであるっていうことですね。指導者の仕事は親やスポンサーにはできないし、してはいけないと思います。親しかできないことやスポンサーしかできないことがありますよね。それをすればいいんだと思いますね。指導は指導者に任せるべきと、料理はシェフに任せればいいということですね。親はこの塩よかったら使ってくださいと思ってくればいいし、スポンサーは予約してお金使って食べに来ればいいわけですよね。頑張ってる生徒に何か助言をしてやりたいとか、手を出したくなってしまうっていう気持ちはわかるんですよ、非常に。しかしね、それは彼らのためではなく、ご自身が満足するためにやってるっていうことをどこかで気づいていただきたいと。ここで黙るべき人が口を閉ざすのは放置じゃなくて、見守る勇気と言います。この見守る勇気というのを覚えておいてください。目新しいね、調味料が手に入ったら入れたくなってしまうのが人情です。だけどこれを入れるかどうかっていうのはシェフにお任せしましょう。これらをね、考える上でね、僕も気づいたことなんですけども、指導者は指導者であって親にはなれないということですね。この辺も僕がわきまえてるっていうことを補足しておきます。そんなとこですかね。手短にはなるんですが、過去にね、いろんなこともありましたんで、今ね、幸いにもたつきとハルヤが一生懸命やってるんですけどね、毎日一緒に取り組んで、非常にちょっとずつではありますが強くなってるのを本人たちも僕も実感してるんでね、このまま頑張っていければと思います。そしてね、本気で強くなりたい新しい仲間、こちらも募集しております。格闘技が好きなね、子供たち、もう大人でももちろん構わないですと、一緒にね、同じ目標に向かって取り組める仲間がいましたら、ぜひマスターズピットの方を叩いていただきたいと思います。そういうわけで本日の動画は以上になります。最後までお付き合いありがとうございました。